ユニタイムズです。トークイベントももう3回目になりました。あと残すところは1回ということですけども、今日はねどんな話が聞けるんでしょうか。3回目もう行ってみたいと思います。それでは3回目どうぞ。でそれがなるためには最終的に、何度か話してますけれども、それをもたらす一つのこの人類的な、中心人物っていうのか、人類を引っ張っていく人間っていうのがこれまでにはっきりするっていうわけですね。カリスマ的な存在かもしれないですけど、一人の人間っていうのはね。ただ一人の人間っていうのは突然ポツンとこう現れるわけじゃないんです。それが現れる前には必ずその一人の人間をこのサポートする、いわゆるこの一人の人がこの宇宙から来るわけじゃないですよ。ちゃんと人間なんですけどね、こう着地できる、それを受け入れる器っていうのが必ず先に準備されるようになっています。器っていうのはこれは容器とかそういうんじゃなくて、そういった人たちの人々、この一人の人を迎えるための人々っていうのが必ず準備されるんです。これはね、でこの人々っていうのは今までこういった世界を組織してきた人間、そしてこの人間たちとつながっている人たちに対等にこの対抗できる、対抗というよりもそれを飲み込むことができるぐらいの勢力にまで拡大された人々たちというのが必ず先に準備されるんです。これは歴史の法則なんですよ。だからちょうど2000年前のこうね、宗教にアレルギーのある人はちょっと難しいんですけれども、2000年前にイエス・キリストが現れた時にはここにイスラエルっていうね、当時はローマでしたね、ローマ、イスラエルという民族がいたんです。でそのイスラエルという民族は自分たちの王の王がやってくるということをみんな信じて一人の人物を待ってた。でそれがイエス・キリストだったというわけです。ところがその準備されたイスラエル民族っていうのはその一人の人物を結局気づかずに、彼をいわゆるローマの方で十字架の刑にかけて殺してしまった。でその後に現れたのがキリスト教ですけれども、キリスト教から見たらイスラエルのいわゆるユダヤ人たちは自分たちのこの俗に言う救い主っていうんでしょうか、その人物を殺害したこの犯罪者だっていうふうに見てるわけです、ユダヤ人たちを。でユダヤ教の人たちは最近ようやくかなりのパーセントで自分たちの過ちをね、今ね認めてきてるんです。自分たちは過去の歴史の中で自分たちの民族は間違ったことをしたっていうことを今言ってきてる。だからユダヤ教のそういった人たちも今大きく変わろうとしてるんですけども、この人々たちっていうのは前回話しましたね。だからそのユダヤ教とかイスラエル、イスラム教とかキリスト教とかそういった人たちじゃない人たちで、だーっと要するに変に宗教に凝り固まったようなそういった人種っていうんじゃなくて、どちらかというとこの今70億人口があって、どちらかというとこの底辺に属するような人たち、入りたくないんですけれどもその底辺に属するような人たちで器が準備されてくる時代に入ったんですね。でそれが、1988年以降っていう感じですかね。だからちょうどソウルオリンピックがあった以降なんですけど、確か最近年代も分からなくなってきておかしくなってきそうです。1905年から1945年まであって、1985年があって、そして2025年っていうような形でね、あるわけですよね。ここからでここからガーッときて、こうでこういう感じですよね。はいはい。だからこれが一つのね、本当にターニングポイントになる年なんですね。だから1905年っていうのはちょうど太平洋戦争じゃなくて、日本が戦争に突入した初めての時で、
日露戦争かな、それから1945年というのは第二次世界大戦が終わった時で、そして1985年というのは、何がありましたかね、バブルがこう始まり始めて、ここから後にバブルが崩壊した時でしたでしょうか。だからこの1985年までっていうのは、まあ、正確に言ったら85年までっていうのはこの底辺の人たちっていうのがここに組織するような時代じゃなかったんですね。まだこの時代っていうのはね、45年から85年っていう40年間っていうのは、いわゆるこのユダヤ教以降に準備されたクリスチャンたちが大きなそういった目的を持ってた時代でもあった。それが結局できなかったんですね。結局キリスト教の人たちっていうのは、まあ、ローマ法王もはじめとしてそうですけれども、みんな変な方向にダーッと走っていってしまった。アメリカ自体もどんどんおかしな方向に走ってしまった。で特に1985年以降、これはいつも言ってますね、国連もおかしくなった年ですね。この年から彼らの勢力がこの85年を中心にして非常にその支配力を持った年なんですね。でここからだから世界保健機構とかあらゆる世界なんとか機構っていう国際的な機関っていうのがもう彼らによって乗っ取られ始めた年なんです、この85年っていうのはね。でそこから今ずっと来てるわけです。でこれの最終的な年っていうのが25年で、ここから40年間、今その40年間っていう中に今過ごしてるわけです。でその中の大きく変えれる時っていうのがその真ん中のこの2020だから、ちょうど山場を今迎えている時なんです。でその2012年、そしてさらにそこから12年経って2024年、これまでに決着をつけて、決着をつけるとはおかしいな話ですけど、そして25年にはそういったもういくら遅くてもこの構図が出来上がる時になってくるということですね。でもこれは必ず2025年というわけじゃないんです。これは早くなることもあるんですよ。これはなぜかというと、それは人間がいかに行動するかによってそれが早くなることもできるということです。ただ40数っていうのは基本的な数として、そういうものがあるんですね。だから今本当に日本だけなんですけども、こういった人たちの動きっていうのが多分そのね、まあこれは多分だから当てにしないであれなんですけど、そういったこのこういったさっき言った映画をいろんな各地で上映してる人たちとか、99分の1%のなんたらかんたらっていうことを世界運動をやってる人たちっていうのをどんどんこの底辺の中に多分入ってきてるんじゃないかなと思うんですね。今本当に世界の平和運動っていうのをそのクリスチャンとかそういった人たちがやってるんじゃなくて、全く関係ないような人たちがこの世界各国で今こうねバーッと立ち上がってるんですよ。でその波が日本に全然来ないんですね。日本は未だにこのねその 3.11 って言われてる原発の事故があっても、もう1年過ぎたらもうまたなんか眠りの中に入ってね、コクコクコクこうやってるような状態なんです。だから日本も今本当に変えていかないと、どんどんそのまだ彼らの勢力というのが残ってますからね。で日本にそれを圧力かけて原発再稼働とかっていうようなことをやったりとかしてるので、今日本が立ち上がっていかないと本当にいくら他の世界の国々が頑張ってもダメなんですよ。でなぜダメなのかというと、それは最終的に全てのこの今人類のねこの未来を本当に動かすことができるのが、いわゆるその神の歴史っていうんでしょうか、そういう中でも日本に非常にその使命っていうものがまだ与えられている時なんですよ、日本っていうのが。で日本の天皇家っていう話も、まあ、いずれこの辺も、まあ、明確になってくると思いますけれども、日本の天皇家っていうのはもともとっていうよりも日本民族の本当の源流っていうのはユダヤからずっとこの流れてきてるんですね。ユダヤから流れてきてる。でユダヤのその十二部族っていう部族があった中のその南ユダの中に属するそのどこに行ったのかわからないっていう民族があるんですよ、そのユダヤの中にね、イスラエル民族の中に。
その一つが日本であるということが、まあ、間違いないだろうなということですね。ということは何かというと、そのユダヤ思想というのは何か、自分たちを中心にしながら、しながらというよりも自分たちを中心とした世界ができる、自分たちはそういった選ばれた民であるということをずっと先祖代々言い伝えてきている。それがもし天皇家の中にあるとしたら、天皇家というのは自分たちが中心にして世界を治めるということを、まあ、気づいている、分かっている、考えているということも言えるわけですね。まあ、神道、神道っていうのかな、神、神の道と書いて神道、仏教じゃなくて神道っていうのも天皇家が建てたわけですね。天皇を神にするために、まあ、そういったねことが多分早ければ今年に、まあ、天皇家の本当の真実っていうんでしょうか、そういったのも明かされるでしょうね。 で今こう健康状態が悪いでしょ、天皇はね。でもし彼が亡くなって、そして次の代になった時に明かすんじゃないかなというふうに思ってますね。何を明かすかというと、天皇家がやってきたこと申し訳ありませんでしたみたいなね、かなり悪いことをやってきてる。それは日本国民がまあ知らないぐらいで、今いろんなところで本に書かれたりとかしてますね。まあ、書物になってますよね。はい、まあ、そんなことでですね、とにかくこの日本っていう国っていうのは非常に未だに影響力持ってるんです。で、影響力持ってて、この1945年までっていうのは、そのまだ日本がそこまで影響力っていうのがなくて、この時代までっていうのはイギリスだったんですよ。イギリスが非常に、このアメリカでありながらイギリスが非常な力を持ってたんです。で、イギリスといえばロスチャイルドっていうふうにまあつながりますけどね、もちろんロスチャイルドのその背後っていうのは結局このある一つの宗教組織みたいな形の、まあ、ユダヤ原理主義って言われるところから走ってくるんですけども、ここまでイギリスがすごい力を持ってたんですよ。だから明治維新の時にもイギリスがね、日本こう侵略しようとしていろいろ、そうアメリカも来たりとかいろいろしてましたけども、でこの時に最終的にアメリカに勢力が移った。でその勢力が移ったアメリカを乗っ取ろうとして、アメリカに、こう入っていったのが何かというと、さっき言ったこの FRB なんですよね。でアメリカ社会に入ってみたら、アメリカっていうのはキリスト教社会だった。だから乗っ取ろうとっていうか、社会に浸透しようとしたけれども、なかなか入れなかったっていうんですよ。自分たちはユダヤ系だから。でそこで社会には入れないけれども、この FRB っていう金融をね支配することによってアメリカ社会に入っていったんです。でアメリカ社会っていうのは、ロックフェラーっていうのがすでにいたんです。で彼はこの石油を握ってたっていう。で その石油を握っているロックフェラーと、まあ、金融を握っているロスチャイルドというのが目的が同じなので手を握ったというのがもう過去のだいぶ前の話ですね。だからそれからアメリカとイギリスというのが二大勢力で手を握りながらずっと世界を自分たちの中に収めようとして動かしてきた。でその二大勢力というのが今なあの内部分裂というんでしょうかね、経済がおかしくなってきて、お前こんなこと言ってたのに違うやんけとかね、お前こうもっとしっかりしろよって、石油おかしくなってきてるやんけとかね、金融もおかしくなってきてるやんけということで、彼らっていうのは結局そのなんていうんですかね、本当に仲が良かったわけじゃないのでね、結局利害関係が一致してたから同じ方向に向いてたんですけれども、去年だったか一昨年だったか、あのダボス会議っていうのがあるのは知ってますかね。ダボス会議っていうのね、毎年行われてる、知ってますよね。日本からも参加してますけども、経済人とかね政治的な、すごい、力を持ってる人たちが、何百人集まって、これからの世界をどうするかっていうことを毎年話してくるんですね。だからほとんど日本の金融だけじゃなくて世界の経済っていうのはもう彼らが方向性を決めて、いつもこう先にシナリオを書いてそこに向かってやってきたんですよ。戦争についてもそうですけれどね。ところが去年だったと思うんですよ、このロックフェラーがそのダボス会議に参加できなくなったんです。
あのボイコットされたんですね。ボイコットっていうのは自分でやめることですね。ロックフェラーがいつものようにダボス会議に行こうとしたら、ロックフェラーお前来るな、お前は入れられへんって言って、あの入れてもらえなかったんですよ。今までずっと入ってたということは、結局アメリカがつまはじきされてしまっている状態ということなんですね。まあ、それぐらいに今内部分裂が起こって、どん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 この崩壊仕掛けてる。で、崩壊仕掛けてるっていうことは、僕らは普通いいことだって思うんですけども、あのいいことばかりじゃないんですね。崩壊仕掛けてるということは逆に怖いんです、うん、なぜかというと、もうあの自業自得だ、自業自得っていう日本語もおかしいね、自業自得、自業自得っていうのは自分がやったことに対して自分が報いを受ける、自業自得、これはおかしい、おかしくて、あの自暴自棄ですね。要するにもう終わりだったら、あのみんな一緒に終わろうよっていう行動に今出始めているんですよ。それがイランの問題であったりとか、あの中東の問題であったりするわけです。で、それが戦争につながってくるっていうことですね。で、北朝鮮も巻き添えにしていこう、ロシアも中国も巻き添えにしていこうっていうことになってくる。で、そういう中で、今までこの悪い国だと思ってたロシアとか、その中国っていうのが、そういった勢力に対して今この対抗してるっていうんでしょうかね、うん、だから今までは悪い国だったんですけども、逆に彼らが、だからまあ 悪の限りを尽くしてきたのでね、もう行くとこなくなったから本当にコロッと変わって、逆にいいようになってきてるんですよ。だからアメリカよりもロシア、中国の方がね、まだ、まあ、もちろん中国はまだね、あの中共軍っていうのはその、まあ、信じれないところもありますけれども、ただいろんなこの国連が、以前のそのカダフィ大統領ですかね、あの時この空爆を仕掛けようとした時にも、ロシアと中国とかは反対したんですよね、アメリカに対してね、そんなことするなお前らみたいな感じで。それぐらいに中国ロシアっていうのは今までおかしいと思ってたけども、北朝鮮がいろんなことをしようとするときにも、かなりの発言をして、まあね、この阻止したりとかっていうようなことをしたりしてますよ。だけど日本のマスコミっていうのは、ロシアっていうのはおかしな国だとかね、中国っていうのはおかしな国だっていうような形で、日本がとにかく中国に近づかないように、近づかないようにあのしてますよね。で、日本が中国と仲良くなったら、日本にとってメリットは何があるかって言ったら、石油が近くからもらえる。今このイランで戦争が起ころうとしてて、石油がね、来るか来ないかっていうようなことが今言われているじゃないですか。あのなんとか海峡、もう名前が全然出てきませんけども、まあ、そういったことも日本には関係なくっていうよりも影響を受けなくなるんですよ。あそこから石油来なくても、もし日本が中国と仲良くすればね、石油問題も当面は全然問題なくなってくる。で、問題なくなってしまったら困るんで、なんとか日本と中国はつながってはいけない、つながってもらったら困るっていうようなことをいろいろ思ってるんですよ。ところが最近あの小沢の流れの前鳩山首相という人が、この間なんかイランに行ったりとか、いろいろ今ね、ちょっとこうなんか知らないけど、なんかやってるみたいですよね。まあ、全部そういったことがね、つながってくるんで、こういった組織が崩れそうになっているのはいいことなんですけれども、気をつけないといけないのは、だから逆に危機なんだっていうことなんですよ。うまい具合に崩壊させない限り、ね、これただ単に崩れたらいい、反対したらいいっていうだけじゃなくて、本当にそれをうまくやらない限り、彼らはもう最後の、もうじゃあみんなで一緒にね、手をつないで終わりましょうみたいな感じのことをね、平気でするんですよ、うん、だからそれを食い止めていかないといけない。で、そういったことを食い止めるのに、なぜか天皇とかね、あの日本の力っていうのが関係してくるんですね、うん、まあ、その辺のところはまたちょっとね、今日も脳みそがいっぱいになってきたんで、まあ、終わりにしたいと思いますけれども、だからとにかく本当にもう、とにかくもとにかくもとにかくなんですけども、日本の国民にね、なんとかこう目覚めてほしいな、目覚めてというよりも本当にこのもうちょっとちゃんと考えてほしいなって思ってるんですけども、なかなかそれが難しいんですよね。はい、聞いてもらいました。
もう3回目も終わったということでね、まあ、あと残すところ1回となりましたけど、3回目はどうだったでしょうか。はい。ここでですね、また知ってる人はもう知っとって、3回目も言うなよっていうふうに思ってると思うんですけども、やっぱり言います。5月のね、最終日、5月の31日なんですけども、金曜日。この5月31日金曜日の夜8時から、ユニタイムズ生放送をやります。生放送なので、まあ今までね、こう、メール、まあお電話という名のメールとかね、お電話という名の、なんだろう、スカイプとか、そういったものでしか聞けなかったこととか、あと言えなかったことっていうのをリアルタイムで、おっちゃんとお兄ちゃんに、聞いたり、話したりしてくれて構わない時間なので、ぜひぜひご参加ください。もう一度言いますね。5月31日、5月の終わりですね。5月の31日の金曜日。時間は夜8時から。8時からです。一応予定では90分を予定してます。なので、延長になるかどうかはその時次第なので、その90分内でしたら、いるというふうに思ってもらえば結構です。はい。では、で皆さんのね、ご参加お待ちしてるんで、ぜひぜひご参加ください。それじゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた皆さん、4回目最後でお会いしましょう。それじゃあさようなら。